ようまえら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてます。今日はね、2020年4月5日だったと思います。ヨン様はペ様と言い換えられるので、4月5日はペガス5日とも言い換えられます。ここはね、 JR 水戸駅の南、あれ南だっけ北だっけ、南って書いてありますね。南口ですね。はい、夕方です。あのおしっこ用の重機が止まってます。 JR バスがね2台止まってますね。そう、JR バス関東って書いてあります。令和2年4月1日中核市水戸誕生って書いてありますね。水戸市がね中核市になったんですね。中核市っていうのは多分普通の州よりちょっと格上だってことですね。そう、令和2年の4月1日、ヨン様はペ様と言い換えられるので、ペガス1日とも言い換えられます。まあ、エイプリルフールですけど、多分これは嘘ではないと思います。で、地盤屋、地盤屋の信号だって言おうとしたら青に変わりました。こっちはなんかね、なんかこっちもスローガンがね、ありますね。スローガンって言ってもね、ガンがゆっくりじわじわと進行するって意味ではないです。こういうのをスローガンって言いますね。納豆パワーで今日も元気って書いてあります。納豆の町、水戸、水戸納豆で有名ですからね。で、このおばさんは、水戸ちゃんっていうキャラクター、あれですね、ゆるキャラですね。そう、佐野市の佐野丸とか、ウィスパイロもしくは小松さんの佐野丸っているでしょ。あとは岩倉市のね、岩くんみたいな感じのゆるキャラですね。これ納豆のなんか帽子かぶってます。ね、これはなんかね、届け出が必要っておしっこ料で書いてあります。で、こっちはなんかおしっこ料の看板で、盗撮カメラ作動中って書いてあります。はい、ビッグカメラの文字は地盤屋色です。で、あそこはホテルですね。ホテルテラスザガーデン水戸って書いてありますね。はい、アパホテルもあります。おしっこ料です。地盤屋色、はい、ということで、ここはこっちはなんかね、TBC とかサイゼリアとかありますね。あ、サイゼリア行こうかな。ちょっと小腹が空いたんで。水戸サウスタワーって書いてあります。こう前ね、昔はこうリーブ21が入ってたんですけど、リーブ21なくなってますね。残念です。地盤屋色の看板でリーブ21だったんですけどね。ちょっと見当たらない。あるかもしれないけど、ちょっと見当たらないです。はい、ということでね、夕方のね、水戸駅でした。月が出てきてます。でもまだね、この時間の月はおしっこ色じゃなくて、ウィスパー色もしくはコマさん、ライトテラシーしてます。あれ、さっきライトテラシーしてたっけ？ライトテラシーが始まりました。噂ですからね。はい、それではさようなら。ボーボー。